このコーナーはノンフィクションライターのジョージマミツルさんが今リスナーの皆さんに伝えたいこと知ってほしいことについてお話しくださいますジョージマさんよろしくお願いします、はい、木曜日はあの、えー、ナンバーというね雑誌が発売される日でありまして、はい、で、えー、今日もジョージマさんあの、まあ、一緒に車椅子バスケットボールの試合を見に行ったんですけれども、えー、木曜日だもんですから、はいえー、ナンバーね、はいえー、駅で買って はい、これ自分で買って自分で買って今日書いたのこれって言って見せてくれましたはいはいでそれがあのナンバーが今東京へ2020年に向けて東京へっていうタイトルで連載が始まってるんですけれどもいろんなアスリートあるいは裏方の方を、うん、まあ登場させていこうというコーナーなんですけど今回僕が担当させてもらったのが卓球の平野美優選手先日の,あの卓球は国内で一番大きな大会はやはり1月の まあ、年1月に開かれる全日本卓球選手権なんですねそこで男子のチャンピオンと女子のチャンピオンが決まる、うん、で今年は特に注目度が高かったのは去年のリオで、はいまあ、男子も女子も団体でメダルを取り、はいまあ、で男子のシングルスでは水谷隼選手が、うんまあ、シングルスでは史上初の銅メダルを取ったっていうので実、うん、はいまあ、ちょっと深田愛選手が今回、まあ、幸せな結婚をされ。 はいえー、大会には出ないと全日本に出ないということで、はい、愛ちゃんはもう欠場表明してたので、うん、これまでの全日本選手権というともうメディアの注目も含めて福原選手に結構集中しちゃってて、うん、例えば愛ちゃんがシングルスで負けちゃったりするとカメラも急にふーっといなくなると思ったら観客の方もあれ空席が増えてるなみたいな、うん、ところが今年はですね福原選手が出ない不在の大会なのに千駄ヶ谷にある東京体育館で。 開かれるんですけれども、毎年、僕千駄ヶの駅を降りて、体育館に向かおうと思ったら、人がもうすごい。会場前に並んでるんですよね。<ー>あんな光景見たことなくて。うん、ええっていう、で会場入っても、もう本当。超満員というか、こう上の、一番上の。 観客席の方まままで人が埋まってますしあ<ー>多分卓球してる人たちにとってはすごく幸せな空間も、ねまあ、水谷隼選手もその後でインタビューしたら言うてましたけど、えー、ああいう観客の前でそのために僕はリオでメダルを取ったし、うん、リオの後もうテレビ出まくったんですよ水谷選手は。それはやっぱり卓球をメジャーにしたいっていう、はあはい、でこれで片たがんかったら恥をかくから頑張って。 そらそうですね、うん、テレビばっかり出てるからだ水谷隼は男子シングルスで史上初の9度目の優勝というとんでもない、うん、しかもオリンピックのあと2か月ぐらいは練習一切できずに3か月の間に体絞って。うんうんへー 準決勝の前僕トイレで水谷隼に会ったんですけれども、うん、うわーいう感じで,うで、ね、もう急にも,うものすごいシェイプしてるから体、はい、あえ急に落としたな言うたらもう6キロポンと落としたって言ってましたね<ー>体さえ作ったらもう動けるんですよは<ー>まあちょっと明らかに高いレベルで水谷隼行っちゃったんで、はい、だから男子はそうやってリオで活躍した、うん、もう本当に日本の卓球の歴史を変えた水谷隼が、まあ、前人未到の9度目の優勝を果たしたんですが波乱って言うとあれですけど女子の方がですね、うん まあ、一番のトピックになったというか石、はいまあ、川佳純さんがやっぱ力的には絶対強いと思われたんですけれどもなんとその女子のチャンピオンになったのはリオで代表で頑張ったメダルを取った石川さんとか、うん、あるいはここにお母さんが来てくださったことのある、えー、伊藤美誠選手ではなく、うん、オリンピックリオではリザーバーといって4番手3人が代表で試合出れ,れるんですけれど団体戦の。うんうん まあ、世界ランキングに準じて代表を決めたので4人目のランキングとしてリザーバーで行った平野美宇さん,、うん、なんかあのテレビにはほとんど、ね、映らず、うん、時々練習風景などは見せても、ね <laughs> ね、映ってましたけれども試合にも出ることができなかったなかなり悔しい思いをしたでしょうね彼女は。特に 普通に考えたら15歳当時15歳ですから、ええ、ああオリンピック無理やったですっとそうなんですよそうね、ええ、まあまあ次があるよって思うと思うんですけど、うん、同い年でずっとみゆみまコンビペアって言われてきたみま、ええ、ちゃんが、ええ、なんせ15歳で銅メダリストになったっていう、ええ、これはちょっとね、ええ、それは熟したるもんがあったと思うんですけどでランキング争いしてた時に2年ぐらい前に僕インタビューしてるんですけれどもその時は。 まあ美馬ちゃんと一緒にインタビューを個別にまあ順番にしたんですけれども伊藤,選手伊藤美誠選手は本当天真爛漫で言葉もたくさん持っててキャッキャキャッキャ言いながら答えてくれる明るい女の子やったんですけどまた対照的に当時の平野美宇選手は内向的で言葉も一つずつ選んでゆっくりと喋ってなんでしょうねテレティアさんというかまあでも年を考えた15歳の女の子を かえって伊藤美誠選手らの,の天真爛漫さの方にちょっと長嶋始業感を感じるっていう <laughs> <laughs> この子はやっぱすごいことやりよりやるなみたいなイメージはあって、えー、で明暗が分かれたんですねそこのランキング争いを繰り広げてる時に、えー、伊藤美誠は大物食いをでできるわけですよ一発勝負でランキング上の選手に勝つから世界ランキング上がるんですね。はい、世界ランキンキグ上げようと思ったらワーールドツアーに出て 自分より格下の選手に勝ってもあんまりポイントで上がらないんですよね。うん、逆に格下の選手に負けるとポンガーンと落ちちゃうし、普通<ー>ですね。ランキングが上がれば上がるほど、はい、さらにそのランキングを上に上げる作業は大変なんですよね。はい、より強いやつに勝ってポイントをゲットしないといけないので、はい、まあ2年前の当時でいくとミマちゃんとミュウちゃんのさそこにあったのかもしれないですね。うん、伊藤美誠選手は本当自分より格上の選手にワールドツアーで えっていうような試合して勝ったりするんですよねなるほど。ところが平野美宇さんは安定してるんだけど格下には負けない安定感はあるんだけど、えー、世界ランキングを上げるために必要な格上の選手に勝つっていうことができなかったんですね、えー、だから決まったのが2014年の9月のランキングで決まったんですねそ、えー、の時に4番手だったんですがその時までは平野美宇選手って卓球ってあの戦形というかスタイルが本当に固まってるんですけれども平野美宇選手は子供の頃からまあ 守備型というか、うん、まあ相手のボールを粘って粘って拾って、まあミスを誘うっていうか、そういうプレースタイルやったんですね。ところがそれやと、さっきの話と重なって、格下には安定して勝てるけど、強い人に勝てる武器がないんです。守るの相手はミスしないわけね。<laughs> しかも攻撃力が半端じゃないから拾いきれないわけですよ。はい、ほんまに強打されたら、うんえー、だから強い相手に勝てずにランキングで。うん まあ涙を飲んだっていう,うすごくこうだその悔しさなんかもあんまり表面に出さないような女の子をやったんですけれどもそのさすがに2015年の9月自分がもう3人の枠に入れないって決まった時に大きな決断をするんですね。うん、それは何かというと子供の頃からも体に染み付いた守備型のスタイルを捨てるんですね。<ー>まあちょうど9月にそのランキングが4番ってなっちゃって。 10月に新しいコーチ中澤コーチっていうのをつけて、うん、まあその2人で一から変えようと、まあ、目的は要するに格上の選手にも勝てるために、うん、でどうするかっていうと守るスタイルじゃなくて勝つためにに攻撃型になろうっていうい、うん、言葉にしたら簡単なんですけれどももう3歳ぐらいからもうずっと積み上げてきたスタイルなので簡単にじゃあ攻撃型に っっって言って言も、まあ、っぱ難しかたたみたいで、うん、10月に新しいスタイルに取り組み始めてその直後に世界選手権の選考会っていうのがあったんですねクアラのプールで半年後に行われたわけですけど、はい、そのまま選考会っていうのをやってそこで優勝したら出れるんですよ代表になってところが攻撃型になって初めてそこに出た美羽ちゃんは1回戦で。 えーストレート負けすするんですねもう一セットも取れずに負けてしまう、うん、日本では強いはずの平野美宇が選考会の1回戦で負けてしまって、うん、でその時はさすがにこれは無理だとやっぱり私に攻撃型は合わないって言って中澤コーチにやっぱ元に戻した方がいいと思いますと、うんうん、でもコーチは今ならまだ間に合うって言ったらしいんですよね二十、うん、歳になってからお前攻撃型にしようと思うともう手遅れやと、うん、でも15の今なら。 うん、まだ頑張れば攻撃型にできるっていう、うん、でもミュウ選手は当時の話を先日聞いてきたんですけれども、えー、今まで勝てる相手にも勝てなくなっちゃうわけですよ、えー、守備型を捨てたら,、えー、だから自分がそこそこ勝ててた武器が守備型、まあ、粘るっていうプレーだったのにそれを捨てちゃうと私誰にも勝てなくなってしまうと、ね、平野美宇っていう存在が卓球界から消えると思って、うん、なんかこう胸がいつもこう。 なんでしょうねしんどい思いをしてずっと一人で部屋帰ると悩んでたっていう,うでそこをよく乗り越えたっていうかう大変やったらしいんですよねどうしても子供の頃からもう毎日卓球やってますから子供ってもちろんフィジカルが弱い体ができてないですよねで、えー、どうなるかって言ってやっぱ反応を磨くことになっちゃうんですね <laughs> 残酷な話ですけど世界レベルの卓球で上位行こうと思ったら まあいろんな説があるんですけどある代表関係者の人は小学校2年生までにあのスピードと感覚に慣れとかないともうトップレベルでは無理だっていう人もいますしだその反応のスポーツであるがゆえに子どもの頃からそのスピードに慣れる反応を磨くんですけれどもそれって体ができてない子どもたちにとってはどうなるかっていうと手先でパン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 返せる技術を身につけるんですけれどもそうなってしまうと。 攻撃型って強く打たなあかかんですから強く打つためにはやっぱり下半身と連動して足でボールを拾いに行かないとこのスイングにつながらないですね力が、はい、ところがミュージック選手まあだけじゃないんですけれどもどうしても子どもの頃から有名な選手は子どもの頃から抜け人より抜けてた分手先がうまいんですよ、ね、もう手で全部反応しちゃうんですよ、はい、それを修正するのが大変やったらしいです、はい、そのために足腰をまずフィジカルトレーニングをして、はい、ボールを追いかけられるフットワークを作ってそこから 上半身の振りに連動さ,れるさせるようにこう磨いていくというか,だかその過渡期にリオオリンピックがあってめちゃくちゃ複雑な思いと自分はスタイルを改造する半ばであるという2つの複雑な思いでいったらしいですけど、まあ、平野選手なんかもまあ子供の頃から言ったらスター選手ですから玉広なんかしたことなかったんですよ。で、うん、でもリオでは あの一緒に行かれた王子さんって大阪に在住の中国から来らっしゃったコーチがいるんですけどその方は北京からずっと全日本に日本代表に同行して練習パートナーをやられてる方なんですけど王子さんと一緒にまあ平野美宇選手も一緒に球拾いをしたりこうまあ石川さん福原さん伊藤さんのパートナーですね。自分はいいつもサポートされる立場だったから若いけど どうししててててサポートするかかかいいのか分からなくて悩んだって言っ言ました、ね、うどうやって彼らを彼女らを支えたらいいのか分からなかったって今は、ねね、自分はいつもこうやってもらってた「玉広、えー、の仕方は分かったよ」で「それぐらい分かります」とかそれはちょっと怒られたんですけど <laughs>、うん、でも玉広なんかしたことなかったでしょう」言ったら「そうですね」っていう。う 玉拾いってネットでキュッキュッキュ分かる分かるあも過分なってるやつねあれも結構難しい見てると楽しそうなんですね結構難しいんですよね球たくさん落ちてますからねバンバン卓球って卓球練習とかもあってバンバン打ちますからあちこちボールがね、入るのこう拾っていくっていうやったことないんだ彼女らだってもう子供の頃からサポートされる側ですからそんなもんなんですね だから、その王子さんといういつも、代表させてる人に、やっと王子さんの気持ちが分かりましたって伝えたらしい。その王子さんはすごく喜んで入りましたけれどもね。でも、それ一ついいことですよね。ねスタッフの方のを知る。それは、みむさん言ってましたね。その。支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを、本当言葉だけじゃなくて、本当実感、体でこう、ちゃんと自分も分かったし。んなんか、それは、りょの一番の大きな、収穫と、もう一つ大きな収穫は。まあ、彼女も。 だいぶ変わったんですよ性格が。うん、何かというとリオで得たもう一つの大きなことがスポーツはもう勝ってなんぼですと。はい、なんぼとは言ってないから勝,勝,勝ってなんぼ大阪。なんぼとはミュ言えないよな、ね <laughs>。勝ってなんぼじゃないね。だってか勝たないあかん。それも関西弁。結果がすべてとか。そういうことそういうこと、ね、そういうことです。ううですスポーツは結果がすべてと。うん それをリオで見ててまざまざと感じたらしいんですよ、はあ、出るだけじゃあかんと勝たなあかん、うん、で、そのために自分はまさに今攻撃型のスタイルに変えてるんだと、うんうん、で、オリンピックが8月終わって10月に卓球の大きな国際大会でワールドカップってあるんですね、はい、まあ中国の選手は予定では出る予定やったんですけど急遽出なくなったんですが、はあ、それでも世界のトップが 集まる大会でなんとオリンピックに出られなかった平野美宇がオリンピック選手といっぱい今日本も含めている中優勝したんですそのののワールドカップでで優勝したは日本人女子選手初めよ。だってほんの数か月前はリザーバーでね言ったら悔しい思いした子がワールドカップで優勝してそれが10月そのオリンピックの2か月後でそこからさらに磨きをかけて今年の全日本。 まあすごかったんですよ。プレーのない神が。うんうん、決勝なんか石川佳純さんとやった。決勝なんかはもうほとんどのボールをまあ、ドライブ攻撃的なドライブで返すんで反応できないんですよね。あの、石川佳純さんが、うん、日本で一番強かった。3。連覇してたんですよね。うんはい、4連覇目指したんですけど、まあ、ノータッチって言うんですけども、ラケットにかすらせもせずに抜くという、うん、華奢やった。平野美宇選手が。 なんかもうちょっと吹っ切ったように全部攻撃するんですよね<ー>それが振った後すぐもう次のなんでしょうプレーに待,待機できるフォームを完成させてるのでどん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 ボールをこうラリーが重なれば重なるほどスピードが増していく感じなんですね<ー>石川選手がスピード負けしちゃうんですよ<ー>東京体育館が独特のざわみきというか<ー>いや何これ平野どんなんでこんな強になったのみたいな<ー>な,なんかこうギリギリ勝ったっていうよりは 本当になんかねじ伏せたみたみいな<ー>歳最年少です、ねはい、もう全日本ってやっぱ特別な大会だから、うん、福原愛さんも子どもの頃から全日本で勝てないっていうことがほんまのいつも注目されて注目されて<ー>でも世界選手権とかの代表になって活躍するから、うんまあ、卓球を知らない人たちは福原はもう人気だけで選ばれてるとか、うん、まあ全日本で勝ってないから愛ちゃん勝ったのもだいぶ。 もう本当何歳かな、うん、それを彼女16歳で取ってしまったっていう、うん、で急にコメントも変わっちゃって、うん、記者会見でもその勝利が全てだから好感度関係ないこと分かりましたってこうちょっとへんてこなコメントを出して<う>え好感度気にしてたのみたいな <laughs> それまでは好感度気にしてたの美羽ちゃんみたいな感じになったんですけれどもいや実は気にしてたみたいな <laughs> いい子に思われたいのかな、えー、みたいな。でここからはもう 独説とまではいかないけどもう石川さんに勝ちますとかこの前の全日本の前は倒しますとか圧勝しますとか言ってたんですよね確かに<ー>多分前までやったら全力を尽くしますとか<ー>、ね、憧れの石川さんなんで胸を借りるつもりで頑張りますとかやったと思うんですけれども今回はもう勝つっていう,うじゃあいい意味で闘志が前に出てきたってことなんでしょうね,うねだから僕も終わった後数日後にインタビューしましたけど。 まあ本当別人みたいによく喋るようになったし2年前さっき言ったみたいに内向的で本当あんまり感情が見えない選手だったんですけどまあ快活になったしまあもちろん全日本チャンピオンというね大きな肩書きがあとは自分の卓球にも自信ができてるからでで勝っったわけじゃないの自分が一番よよく分かってるんですよだからもうすごくよく言葉が出るようになってちょっと言い過ぎちゃういうぐらいねなんか自信を どんな選手になるのかなみたいな話してたら私と当たった時点で相手がもう負けるって諦めてしまうような選手です、えー、まあそれ言い過ぎやろみたいな話で <laughs> いや一番勝負勝ョうトみんなみたいな当たった時点で相手の心を折るぐらいの存在になりたいって変わり過ぎやない話を、うん、いやでもそれはもしかしたらあれだよねあのオリンピックでの球拾い大きいのかもしれない,、ね、大きいですね。 ほんと悔しかったと思うんですよ、はい、まあ勉強になったとは言いながらも、うん、本心の本心というか本物の心の底を開けてみたら、はい、ねそれは勉強になったとは言うけどう、ね、多分悔しい気持ちの方が何倍も大きかったと思うんででもそこでよく技術的にあくまで対応したっていうスタイルを変えたっていうもう全然違うんですよ卓球が。 今日発売のナンバーにはその平野選手のね、はいえー、東京へということで、うん、今の状況をまあ城島さんが取材をしてそのああたりが書かれてるわけですねまあ、見出しに取った言葉ももう絶対的なエースになると、うん、東京オリンピックは私はもう日本の絶対的なエースとして迎えたい、はいはい、あすごいねみたいな <laughs> そんなこと言うようになったんやみたいな。 で石川さんは負けた後記者会見で、はい、なんかこう悔しいけどホッとした気持ちもあるって言ったんですねやっぱ全日本のチャンピオンっていうのはそのそすごい重圧なんですよね、はい、だから3連覇してて4連覇目指してたんだけどやっとこれで私もチャレンジャーになれるみたいなことを言ったんですねでそれを、まあ、平野さんのインタビュー的時にちょっとぶつけたんですけれども、はい、逆に言うとこれからはミュウ選手がねその <laughs> 石川さんが背負ったプレッシャーを、まあ、年齢に関係なく全日本女王という肩書きのプレッシャーを受けるけどどんな感じを持ってるって言ったらこの1年間は私しかその重圧と向き合えないと、はい、来年の全日本までは少なくとももちろん来年もね2連覇したいけれどもその1年間私がその全日本の女王という重圧向き合うことでもっと成長したい。 自分にしかない権利だからすごいねそうなんです急に言葉覚えて誰か放送作家つけたんかっていうつけてないです絶対つけてないですいやいやまたあんまりね女の子いるけどまたチャーミング度が増してあの写真が載ってるんでもし皆さん何番見てくださったらあれなんですけどほチャーミングな俺のちょっとした愛ちゃんロスを救ってくれるぐらいの存在に今今ね先が何か言いたそうやなと思いはい すみません<う> <laughs> アイちゃんの話はね相当さっきから目が泳いでて、ね、悔しくてしょうがないんだよね,、ええ、よね全然悔しくないですよえそう全然悔しいディズニーランドで結婚式でいいじゃないですかい,い,いやあのそれはねともかくとして伊藤美はどう思ってんだろうねこれねちょっと僕が聞いてる話やとその先ほどちょっとお話しした王子さん王子コーチっていうのは今、うん、関西アカデミーでも指導されてて、はい、伊藤美馬選手見てるんですけどもう夜中まで練習してるらしいですよへー だからね、だからね、このこのまあアイちゃんが作ってきた道を今追っかけてるこの今石川選手であり、伊野選手であり伊藤っていうところが本当に切磋琢磨してるからみんなで強くなってってるんだね。本当言いながらですよ。女子の卓球は男子と極端ですね。男子はもう三谷順がもう無人の矢をかけとるわけです一人で。はいはい。もう絶対的な存在になっちゃって、三谷順選手も天狗になるんじゃなくて。 インタビューしましたけどいい感じで成熟してきてもう素晴らしいなるほどね日本のトップではあるけれどもでも銅メダルだもんねうん銅メダル銅<ー>メダルでしかもあんだけテレビ出て<ー>どうなってんねみたいな思ってたんですけどまあ人間的に幅が広がったっていうかああ うんすごい、一位がまた水谷選手をね。いや、でも、嬉しいよね。あの卓球関係者、本当に喜んでるでしょうね。あの、その東京体育館で、その満員で、一番上の席までいっぱいになっている中で。で、その一番上から見ているのが、あんな小さい球なんだよ。<laughs> ボール、ほとんど見えてないですよね。ラケットの振りとか、音で。ね<え>。<laughs> 多分<ね>。それを見てる満員の観客っていうことを。 え小木村一郎さん喜んでるでしょうねいや小木村さんなんか小木村一郎はギリギリ愛ちゃんが子供の頃その存在を認識したかどうかぐらいですね<ー>だ多分三谷隼選手の今のプレー見たら一番喜ぶと思うんですよ<ー>小木村さんは当時オリンピックは 卓球なかったので,で、ね、世界選手権はもう天才たちがもうしのぎを削る、まあ、聖地っていうか、はい、本当まあ天に選ばれた才能が勝負する舞台だ、うん、そこで活躍っていうのはほんまに天才中の天才なんだっていう、まあ、卓球の。はい、で言ってて今まさに、まあ、水谷隼が日本人選手としてはもうその地位にこう近づきつつあるというか、うん、まあすごいプレーなんですよね。<ー>結果だけじゃなくて水谷選手がやっぱすごいののは卓球の魅力を いろんな人に伝えてくれたっていう。うですね、あのプレーの内容ですよね。はい、まあカミラリーという言葉がリオで生まれましたけど、うんはい、全日本選手権でもまあそれに近いというか、まあおおっと感情がこうどよめくような。 でボードみたいなアイドルみたいな「純、うん」って書いてある小さなボード持ってる人たちがわーっていっぱい観客席にいてあ今回も。今回いたんですよ。あ<ー>まあ水谷選手もどういうことあれみたいないつの間にアイドルになっとんねんみたいな話したんですけどう嬉しいことですよね。男子の卓球にもそうやって注目が、まあ、集まって<ー>でそこで水谷選手がまたも,うものとんでもない強さを見せて。はい 他の挑戦者がちょっと不甲斐ないんちゃうかっていう声ももう出てきてるんですけどやっぱり水谷隼だってあんだけねこう忙しかった練習できてなかったのにでまして終わってからすぐロシアに行ってチャンピオンズリーグっていう今ヨーロッパの強い選手たち水谷隼が一番辛い環境におるんですよ全日本選手権が終わったら2日後にもうロシアへ飛んでチャンピオンズリーグ戦ってまた帰ってきて僕らのインタビューを受けてまた。 ヨーロッパへ行くっていう他の選手そういういないですから日本で練習して全日本の後は休養を取ってみたいなだ全く逆になってるっていうか本来なら追いかける人が三谷純選手みたいにいろんなところで挑戦していかなあかんのに。うん 逆にチャンピオンの水谷隼が一番過酷な状況に身を置いて、うん、いろんなことを体験して技術も磨くからわ、ねはい、かりました。です、うん、ね。卓球界は盛り上がってるようですね。<え>ぜひピンポンさん映画化したいですね。いつ社長に会えるの？<laughs> <laughs> それより上島さんこのコーナーで僕これ読めって言われた原稿はあるんですけど。昔のね。はい これこれ一体いつ読めばよかった俺はもうタイミングを測ってたんですからあれいつ読めばよかったのトークの技術が置いてていないから無理なんですよ構成とか考えてもやたなんか振られるんだと思っかたね何回か会え込んだことしたえ、ありましたありましたこれってきっと CM 中に話さなきゃけないから上嶋さんのコーナーでした